はい、わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。ゲージはいらねえな。よし、絶対勝とう。あのね、この寒中水泳さん、あ違う、中間水泳さんか、あどんだっけ、もう名前呼びすぎてねわけわかんなくなっちゃった。なんだっけ、中水寛永さんだ。そう、オッケー、うんぼはでかい。中水寛永さんね、使って今回プレイしていくんですけども、ほんとね、軽いノリで始めたのよ。軽いノリで始めてアストラルやり始めたんだけど、もう3回負けちゃって、これはもうガチでやるしかないって感じでやっていきましょう。絶対勝とう。紋章もつけた。まあさすがに全部のキャラにはつけてないけど、勝ちに行こうぜ。よし、削ってこ削ってこ。こいつ硬いんだよね、本当に硬い。アストラルやってるんですけど、アストラルを多分こんだけガチでプレイするのは多分初。薄横感で上がってって、スイッチオンにして、回数、試行回数高め、おっきい、友情入んないか。これね、友情入ると結構強いのよ。気をつけてやっていこう。これは、なんか嫌なバウンドしそうだな。加速して、よし、持ってった。OK、ステージ突破でございます。でこんな感じでやっていきましょう。まあ、本当にね、趣味で撮り始めて、なんかこのキャラ、パンチ効いてるじゃん？パンチ効いてるからなんか面白そうだな、使ってみようで撮り始めたけど、こんな長引くとは。よし、でかい、ダンクは強いぞ。そう、ダンクがね、はまる、決まるとめっちゃ削ってくれるのよ。まあ、無論ね、通常ガチャキャラ使えばいいじゃんって言われちゃったらそれまでなんですけど、それ言っちゃったらおしまいだからね。これ 4P ダンク決めていこう。4P のダンク。よー、決まった決まった。魔導士、あー、魔導士処理できるわな。100点だったんだけど。オッケーオッケー、でも悪くない。これ横勘でいいべ。横勘で。友情出る出ないはちょっと運次第になっちゃうけど。角度ちょっときつめにして、しっかりめに魔導士を殴ろう。オッケー、友情入った。いやー、潰しちゃったか。まあ、しょうがねえ。ここね、ホーミングが痛いのよ。正直ね、アストラルについては、ぶっちゃけご了して普通に終わってたクエストだったから、こんなに難しいんだね。今多分ね、私、天魔やってるのと同じぐらい集中してる。頑張って勝っていきましょう。これ、友情入るべ。トライデント、ダンク強い！オッケー。じゃあ、すでに突破でございます。はい。で、ちなみにね、私事ではあるんですけども、本当に私事ね、皆さん、特に男性の方、まあ、女性の方もやるかもしれないけども、洗濯機に入れる前にポッケなんか確認しましょうね。ついさっき奥さんにしこたま怒られてきました。仕事で使う伝票が入りっぱなしでね。あ、それが全部回っちゃって。回っちゃって回っちゃって。はは。笑えない。これ角度きついな。どうする？一回ステイするか？多分横勘だとスイッチ入んないから。まあ、一回スイッチ入れてちょっと回復できればいいかなぐらいで。入った、オッケー。で、ダンク、あ、外した、ダンク外したか。まあ、ダメージは稼げなかったけど、一応弾1個潰したからいいでしょう。弾1個潰して良くないな、表現的に。1P のダンクを狙っていきたいところ。あ、逆行った。おー、でも、代わりに、2P か、あれ。2P ダンク決まっていく。いや、マジで、ね、ラスゲまでは何度も行ったのよ。ラスゲがね、マジでこのクエスト難しい。敵の配置もやらしいし、硬いし、もうどうしよっかなと思ってる。で、紋章もつけた。下行けよ、下行けよ。行った、オッケー。回復して、殴る。よっしゃ。さ、そしたら次、マリージョ2体。マリージョだっけ？名前はちょっと忘れてたけど。マリーミーだっけ？2P の友情拾おう。ここはね、まあ、弾壊しちゃっても、まあ、壊さない方がいいんだけど、いや、でかい。このダメージはすごいぞ。そう、あのね、弾壊しちゃってもいい理由としては、パックを貯めたいんだよね。一ターン作れるのはね、マジでこの編成にとって神すぎる。ただ、これは、こっちだな。とりあえずで。いいダメージだ。強い強い強い。そしたら、ここで、
攻めどころ。 OK、 2個潰した。これでパック溜まる。これいけるべ。靴拾って暴れ決めに行けば多分弾2個は壊してくれると思う。よし、パック溜まった。じゃあボスやっていきましょう。いいね、やっぱ紋章つけると違うな。紋章の火力でね、ボス削り、中ボス削りが早い。そしたら、初手 SS 行くか。さあね、初手 SS もったいないかもしれないんですけど、多少でも敵が入れば OK。で、12ターンだから溜まり直すからね。でかい。よし、いいよ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 。すごい、すごい。初手でこの削りはでかい。まあ、ちょっと上の弾削っちゃったのよくないかもしれないけど。いやー、ミスったけど、まあいいや。次 1P でしょ？すごい動きやすい。はい、フィヨコレーザー無駄。フィヨコレーザー無駄なんだな。で、ここも使っちゃおう。右。突き進め。よし。オッケー、全処理。回復もいい感じ。あとはもう削っていくだけなんだけど、場所が悪いな。いけるかこれ。まあそうなっちゃうわな。次 4P でしょ。で次ブロック逆になっちゃうからあんまり削れないな。ここで結構いくしかない。回り込んできて 1P と 2P のダンクを拾う。いやー、1本入った。あー、もう1本入んなかったか。でも十分この削りはかなりでかい。同じルートで。でもスイッチ2個無理かな、これ。いった。いいね。いや、めっちゃ強い、めっちゃ強い。逆に言えば SS がたまらない。あと3ターンでしょ？ステイしたいけど、いや、雑打ちでも死んじゃうかな？倒さない程度が嬉しいけど。あ、やべ。止まれ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 。オッケー。あ、神。ホーミングマジで。命は欲しいぜ。さあ、ここラスゲが HP バッシュ、 HP いいな。そう、雑魚をねちょっと削ってかないときついから、行って下狙うか。いやー、弾に行くか。そこまで弾に行くと思わなんだ。超痛い。で、SS は惜しまない。倒して上も。いった、いいね。上にダメージはでかい。オッケー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 。いや、触りたくないな。できればそのまま直でいきたい。いや、しょうがないか、これは。でも多分ね、ここで2回ぐらいヒットするとこっちまでいかないんだよね。だからオンにしてレーザー、オッケー、レーザーでかい。さらに、削る。はい、ホーミングはマジで痛い。ただ半分持ってかれないね。これ、パック残ってるぜ。いける。もうね、集中力としては全然天満。突き進め。いや、強い。SS 横からしっかりダメージ出る。で、紋章が溜まる。弱点立てきた。突き進め。よし、勝った。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。いやー、ジジイやるじゃん、やるじゃん。そうだよ、そうだよ。やっぱね、モンストのジジイキャラはね、妙に絵も気合入ってるし、ちょっと強いんだよね。俺が一番悔しいことは、こいつ多分ブルーアイズより強い。
俺ブルーアイズめっちゃ好きなのに。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。